どうもマンション評論家のマンションマネーでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは JR 線と新京成線の松戸でございます。今回ご紹介するのはこちら松戸駅西口から徒歩6分のブイクスイート松戸でございます。モデルは来てみて松戸に入っております。でもこちらのアトレの改札からですと徒歩5分表記となります。物件側から歩いてきた際にアトレの改札が使える時間であればこちらのアトレの入り口から入っていただいて、閉まっている時間であれば先ほどの正面の方のですね入り口入っていきますとメインの改札となります。今回徒歩5分または6分なんですけども信号なしでございます。今建設地まで歩いておりますが当然ですねわちゃわちゃ感ある道を取る形になります。まあわちゃわちゃ感あるってもすっごい繁華街という感じではないんですけども愛のホテルがあったりはします。パチンコ屋さんなんかもありますね。まあこの辺はどのルートを通るかによりますけども松戸駅にほど近い物件ですので当然わちゃわちゃ感ある道を通ってくる形にはなります。想像するほどの松戸っていう感じではこっちがないですけどもね。駅前から住宅街が広がる街がいいなっていう方には当然ながら会ってこないです。今回駅から建設地まで信号なしっていうところなんですけども途中にイオンフードスタイルダイエーがございます。このダイエーまでは徒歩1分でございます。松戸5分か結構わちゃわちゃしてそうだなって思うかもしれないですけども歩いてみるとその途中の道のりもそんなにわちゃわちゃってことは個人では感じないですけどもね。そして大江をですね抜けますとすぐに流山街道にぶつかります。松戸駅の西口側に関してはこの流山街道を境に松戸のわちゃわちゃなのか住宅街なのかで変わってきます。この流山街道を越えるとも比較的住宅街に入っていく形になります。そして今見えておりますのが建設地でございます。あっという間でございます。このすぐ裏手が大江でございます。ちょっと入り口は反対側なんですけども1分ちょいで行くことができます。だからちょうどいい位置ですよね。松戸のまちゃまちゃ感を超えたすぐのところっていう形になります。で東西に長い土地形状でございまして南面ですね接道しておりません。なので将来壁ドンになりそうな雰囲気もありますのでバルコニー面に関しては東方向正確には南東方向でございます。そして西方向正確には北西方面そちらの2方向にバルコニーを振ってサンドイッチ型としています。そして内廊下でございます。で今回ですね清水総合開発による初のビークスウィートブランドでございます。こちらですね女性目線を強くした商品設計となっております。まあ、松戸駅自体が女性に受けるかはこれさておきましょう。ただご紹介したように松戸駅近くの中ではわちゃわちゃ感と住環境のバランスを得られる立地となります。住環境としては決して松戸駅近物件の中では悪くありません。こちら東側かなりセットバックします。なので道路向かいですね建物あるんですけども理覚はしっかりと取ることができます。この木段部の作り込みはなんか女性受けしそうですね。まあ男性でもこういったの好きな方いると思うんですけども白基調になっております。でこの辺は黒っぽい色にしてまあツートンのパンダ色ですね。でこれコール入ると2つの折り上げ天井とですね間接照明で優しい雰囲気となってます。でまあ女性向けの商品設計としてはこちらですねエントランスホールが見えないようになってます。中の方が見えないようにしてくれております。ただ中側からこちら出るときにはここの植栽が望めるようにここはガラスにしております。でこの先ここですねエレベーターホールがあるんですけどもエレベーターがこの接道部分から見えないようにしてくれております。ただ隔て板は残念ながらショートタイプでございます。西側に来ました。西側に関しては接道をしておりません。そのため西側のですね低層階を買うとドンかぶりとなります。まあそこは価格差しっかりとつけておりました。で西方向もですねその先にマンションがありますので全体的に眺望の抜け感がめっちゃすごいですという部屋は少ないでございます。今回平均坪単価は約265でございます。で間取りに関しては全体的にリビングの開口部のこの窓面あと 0.5 枚せめて 0.5 枚頑張ってくれるとよかったなっていう感じです。窓がちょっと少ないなっていう印象は受けました。
設備仕様としてはディスポーザーはありませんが、食洗機、床暖房、ミストサウナ、そしてですね、天井に埋め込みでナノイーの発生器、ロウイーガラスですね、でトイレ手洗いカウンターとロウシルエットトイレ、で室内物干しなどなどですね、結構頑張ってましたね。女性目線強いなりのものはあるなと感じました。あとは収納ですね。収納は結構頑張ってましたね。全プラン、キッチン、床下収納ありです。350ミリの缶のサイズがポンって入るような高さがあります。あれ便利ですね。1階住戸とかにあるのはよく見ますけどね。全タイプでございます。あとはキッチン部のフライパンとか入れる一番大きいところの収納ですね。コンロの下の。あそこの部分が、こうなんですかね、ガバッと開くんですよね、手前に。そのポケットにお玉とか入れといた後に取りやすい、入れやすいっていうところです。で、掃除もしやすいように取り外しできるようになっております。あとめっちゃ細かい部分ではウォークインクローゼットの中に投げ石がありました。よく和室とかに使われますよね。壁のところにポンとハンガーをかけられると。だから服の合わせとかにも使えますね。で、構造に関しては二重床、二重天井でございました。で、管理費の平米単価に関しては約307円と、まあ、重たいんですけども、まあまあ、倉庫数からすれば、そんなものかな、致し方ないかなっていうところです。駐車場はないです。こちら、建築看板でございます。売り主は清水総合開発、設計施工は森組。占有面積は 32.85 平米から 49.35 平米。倉庫数70個です。うち募集対象外住戸が1個あります。15階建て。JR 常磐線と新京成線の松戸駅徒歩5分、もしくはメインの改札だと6分、千葉県松戸市根本。2022年の9月ですね、竣工を予定しております。こちら地図になるんですけども、信号なし、そして物件のすぐ近くにダイエーということで、非常に利便性高い立地でございます。まあ、全体的に無茶な価格設定っていう感じではなかったですね。1LDK にしては占有面積を抑えてますので、2500、600万円でですね、購入できる部屋もありますので、まあ、若い方の一個目としてもですね、手が届きやすいかなと。 2LDK に関してもちょっと狭いんですよね。46平米とか49平米とか、1人にしてはちょいと広くて、2人にしてはまあちょいと狭いっていうところなので、まあ、1人でゆったりと暮らしたい方、まあ2人で狭くてもいいよっていう方ですね。そういった方であれば 2LDK も4000万円前後になってきますので、合ってきます。まあ、女性目線強いとはいえですね、最寄りは駅力ある松戸になってきますので、また男性だから収納が少なくていいっていうわけでは決してないので、まあ、シングル男性が検討しても面白いのかなと思います。まあ、本来であればですね、大規模マンションの中の 1LDKの方がコストパフォーマンス良いですし、まあ、出口も見やすいんですけども、今3000万円前後っていうところで考えると、本当に新築も中古も出物が少ないんですよね。少し前まではパークホームズ柏タワーレジデンス、そしてパークシティ柏原キャンパスサウスマークタワーもですね、この付近あったんですけども、どちらも 1LDK はサクッと完売しております。そして柏原の方はもう全戸完売しております。まあ、こればかりはタイミングですからね。松戸にお住まいの方は別として、広域の方で先ほどのビークスイートを検討できる方だったら、きっと柏も検討できたと思うんですね。パークホームズ柏タワーレジデンス、まあ、松戸から少し下る形にはなりますけども、広域の方からすると、まあ、若干誤差いけるかなっていうぐらいの範囲かと思います。なので、まあ、ないものに対して言ってもっていうところであるんですけども、パークホームズ柏タワーレジデンスの 1LDK、良かったなとは、まあ、改めて感じるところではありました。ただ、今回のビークスイートも単体で見れば、本当無茶な価格設定ではないので、まあ、規模感ないマンションっていうところ、飲めるのであればいいかなと。ただこれ本当繰り返しになるんですけども、1LDK に関してはできる限り大規模マンションの中の 1LDK の方がいいです。ファミリータイプとか混在してる中の 1LDK の方がコスパがいいですし、やっぱ共用部の作りとか、まあ、全然違うので、まあ、TMD も高くなりがちですからね。まあそういった出物が3000万円前後だとこの辺もうないなっていうところではございます。まあ中古で待てば時々は出てきますけども、まあそれも結構激戦になってるのと、今中古ももう差し値してる場合じゃないですもんね。昔はこう差し値する余裕もあったんですけども、今はもう差し値してる場合じゃないなっていうぐらい在庫がない状況でございます。で、今回の物件の毎月の支払いと賃料の
比較なんですけども、 A タイプ 1LDK35.2 平米の中層階で見たときに、毎月の支払いはフルローンで維持費合わせて8万9000円ほどでございます。でそれを貸すと、もしくは借りると10万円ほどでございます。なので買った方が安いっていうところは守られてます。利回りすると 4.2% ぐらいですね。まあ、なかなか今3000万円前後で YLDK 探してる方にとっては本当厳しいなと。でこれもっと年入っていっても4000万円でもなくて5000万円でようやくみたいな世界観になってきてるので、いやシングルの方が1個目でいいマンションを買うのも大変な時代になってるなっていう風に改めて感じる次第でございます。いやパークも柏タワーレジデンスも良かったっすね。柏のキャンパスもちょっと今からそれが選べないっていうところが悔しいところではございます。ただ単体で見ればいいと思います。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。腹が減ってはなんとやら、プラーレ松戸6階にございますしゃぶしゃぶ牛タで遅めのランチしたいと思います。食べ放題もあるんですが、お肉定量の60分ランチもございますね。今回はこちらのお肉定量60分ランチから選びたいと思います。こちらのギュッともめの牛肉ランチは牛豚ミックスランチを選びました。 200g にしました。こちらの定量ランチの方を選んだとしても、ご飯や野菜、カレー、アイスクリーム、ドリンクなども食べ放題、飲み放題となります。お肉定量でいいよという人には結構お得感ありますね。さあお肉が届きまして、野菜も持ってまいりました。お肉は今回定量を選んだのでこちらのみとなります。まあ、それでも200なので十分ありますね。さあ前菜としてカレーいただきたいと思います。さあお肉などなど眉でございました。そして締めのデザートはおろしニンニクをたっぷりかけちゃいました。カレーライスでございます。うまうまでございました。ビークスイート松戸を見学の際はこの駅前のプラーレ松戸洋華堂とくっついております。こちら6階にありますしゃぶしゃぶ牛タおすすめでございます。これ1人でも入りやすいでございます。それでは改めて失礼いたします。